こんにちは、ロンゴです。単調生活2013解明発表を行っていきます。単調生活は今日の札幌11レースです。解明発表を行っていきます。馬連812600円、ワイド83600円、1200円勝負です。オッズは右の方を出しています。またレース後は結果発表を行ってきます。レース後結果発表を行ってきます。では、さよなら。あ、こんにちは、ロングです。単調セックス2023結果発表を行います。一着。2枠2番、ジャン・カズマ。2着に、8着14番、ダウン・ディズム。3着に、7枠12番、サンセット・クラウドで決まりました。今回は、このレースは、8番から買ってたんで、8番がこの後買ったんで、ハズレです。このレースは1200円の負けです。このレースは1200円の負けでした。では、さよなら。こんにちは、ノゴです。小倉二歳セークス解明発表を行ってきます。最初をつっとか出してきます。馬連56。200円、馬連59200円、ワイド56600円、ワイド59200円、計1200円勝負です。最初は右側出しています。またレース後結果発表を行っていきます。皆さん、適度に競馬を楽しみましょう。では、さよなら。あ、こんにちは、ロングです。小倉アフタサイセックスは、8着14番1着。小倉アフタサイセックスは1着、8着14番、アスクワンタイム。2着に8着9番、ミルテンベルク。3着に5枠5番、キャンシーエンズで決まりました。この結果通りわかるんですけど、ワイドの59が当たりました。ワイドの59が当たりました。最終オッズが 5.3 倍。530円が当たりました。かける200なんで、このレースは、1060円当たりました。あ、次の結果発表を行います。では、さよなら。バイチャー。こちら、ノゴです。新潟記念2023解明発表を行っていきます。馬年23300円。馬年53300円。ワイド23300円、ワイド53300円。このレースも、1200円勝負です。もうレース後結果発表を行います。今週は今日は3600円勝負です。レース後結果発表を行います。レース後で会いましょう。では、さよなら。こちら、ノンゴです。新潟記念2023の結果発表を行います。新潟記念、2023は、1着3枠3番、ノッキングポイント。2着に6枠9番、ユーキャンスマイル。3着に5枠8番、インプレスで決まりました。で、13は4着です。
13が着外になったんで、このレースは外れました。大まかに、収支を発表をしていきます。公衆3600円購入の1080円的中です。一応、回収率は、今週の回収率は出せます。では、さよなら。正真正銘の買い目を発表して、また動画配信をやっていくんで、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では、さよなら。バイチャー、バイチャー。